YouTube で見つけた一人の青年。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クラップというものです。自分の体の方にですね、癌が、見つかったということでですね、YouTuber のクラップさん、28歳、去年大腸がんを突如告げられました。現状というのを、ね、知ってもらいたいので見せていこうと思います。はい、この1年、ね、ありのままの闘病生活を YouTube で発信し続けています。がんは肝臓にも転移し、ステージは最も深刻な4。それでも、がん系 YouTuber でございます。イエス、はい、どの動画とか配信も楽しくをモットーにやっております。はい、ポジティブにね、人生楽しんだもん勝ちだと思いますね。つけたチャンネル名はポジティブがん闘病チャンネル。先月、クラップさんの元を訪ねました。大腸がんって言われた時の一番最初の検査結果でございます。病院行く3ヶ月前とかからですね、ずっと倦怠感と吐き気もありました。なんとかなるだろうみたいな感じで、普通に仕事したりとかはしてましたね。自然に治まると思い病院へ行かなかったというクラップさん。しかし、違和感の正体は進行したがんでした。正直なところ言うと、普通に受け止めちゃったんですよね。衝撃とかもなくて、まあがんかみたいな自分無個性だと思ってたんですね。空気のように生きてきたんですよ今まで。やっぱ一言で言うと、まあ個性ですかね。諸刃の剣ですけどね。がんは個性、その生き様を YouTube で表現することにしました。前提として、がんが余裕で治せるという気持ちもありますし、楽しく生きた方が絶対いいと思うので、はい、いろんな人に感謝しながら生きてますね。楽しくっすね。前向きにがんと向き合うクラップさん。ただ笑顔を奪われる日があります。じゃあ行きますか。行きますか。行きましょう。2週間に1度の抗がん剤治療に向かう日。半日かけて病院で投与します。夕方帰ってくると、抗がん剤の副作用で階段を上るのもやっとの状態。実は自宅に帰ってからも、抗がん剤の一部である薬を持ち帰って今入れているところですね。これがその抗がん剤。このあと46時間体の一部みたいな感じで、ずっと首にかけたりしながら生活してますね。投与の時には毎回サポートに来ているというクラップさんの母親。やっぱりちょっと辛そうにしてるのを見ると、なんか親として申し訳ないなって感じることがあります。なんでうちの息子がってやっぱり思いました。ただ息子が始めた YouTube 活動をこっそり見るうちに、自分は自分の人生を生きるって感じで、私たちもこう元気づけられるっていうか、まあだいぶ無理もしてるところもあるとは思うんですけど、無理なくしてねって、ちょっと見守っていきたいと思います。抗がん剤を投与したこの日も、よろしくお願いします。さあ、
辛い姿も全力で配信、まあ、勇気づけるつもりは自分はないですけど、そういうふうに感じ取れる方がいらっしゃれば、はい、見ていただきたいなと思いますね。クラップさんが伝えたいこと、自分の体がおかしいなと思ったら本当に言ってほしいです、はい、じゃないとこうなります。出だしたら本当に無理しないでほしいです。それは伝えたいです。はい。